よろしくお願いします。この動画ではですね、あの、つい誰かに自慢したくなる、説をめぐる可愛いパン講座を受講していただいている、えっ、ー、と、村瀬美紀さんに、ちょっとインタビューをしていこうと思います。よろしくお願いします。はい。<laughs> 緊張しないでください。大丈夫ですよ。<laughs> はい。じゃあ、お名前先ほど言わせていただいたんですけど、えっと、美紀さんからもうちょっと自己紹介してもらってもいいですか簡単でいいので。はい。 <laughs> 南アルプス市で、えっと、パンとお菓子の教室をやってます、村瀬美樹です。パン、パン歴はまだ全然浅くて、本当一1年、一年くらいです。うん、まあそうなんですね。うん、まだ1年くらいだけど、今いっぱいね、お勉強とかもされていて、ね、この講座にも受講していただいたのかなって思うんですけれども、はい。 あのなぜこの講座に受講していただいたんですか、なんかその決め手とか、あるんですかそうです、ね、私にも今、4歳と2歳になる、上が女の子で、下が男の子なんですけど、まあ、子どもがいて、まあ、パンを作るきっかけも、まあ、子どもにおいしくて安全なパンを作ってあげたいっていうのがきっかけだったんですけど。 まあ、さらに、やっぱなんか可愛いパンって、やっぱどこ行ってもなんか手に取るし、なんか子供もすごく喜ぶから、そういうのを作れないから、ここでなんかぜひ習って、子供にも喜ばせてあげたいし、可愛い,いって思って美味しく食べれるのを作りたいと思ったのがきっかけです。 はい。<laughs> すごい。<laughs> そうですよね。なんか、美味しいパンってどこでも売ってるけれど、可愛い,いパンも時々はやっぱ売ってるけれど、やっぱその自分でしか作れないものとかもやっぱりあると思うし、ね、安心安全っていうのは手作りならではだなと思うので、それが作れたらすっごくいいですよね。はい。<laughs> ありがとうございます。はい。じゃあね、今までその可愛いパンが作れなかったと先ほどね、言っていただいたんですけれど、 かわいいパンに対してこの講座に入る前って、まあね、どんな印象がありましたかうーん。やっぱり、なんかちょっと絵心がないとうまく作れないのかなとか、顔の描き方とか、アンスとかがわかんなくて、で、やっぱこう、チョコのペンとかの扱い方もなんかうまくできなくて、うん、なんかいつも、 ぐちゃぐちゃってなっちゃったり。まあ、可愛くないなあで凹 <laughs> んでました。<laughs> そうですね。なんか可愛いパン作りたいなと思ってもね。うまくできなかったら凹んでますよね。わ <laughs> かります。<laughs> じゃあまだレッスンをね。2回しかさせてもらってないんですけれども、まあそのまだ半月ぐらいですかね。始まってからはい、その短い間でもちょっと変化とか心境とかありましたか？ そうですね。やっぱ、サイ先生が、まあ、丁寧に、細かいころも教えてくれたりして、ペン、ペンの使い方から、こうね、書ョで書く、こう、ポイントを知ることができて、もう、それだけで、なんかあ、なんかちょっとうまくできたって <laughs> 思えたし、顔のバランス の取り方も、あ、こういうことなんだ。ここをちょっとつかめば、いろんなお顔が可愛くできるんだって思いが、本当良かったです。<laughs> よかった。今すごい嬉し取り払さってましたって、今ここ。<laughs> ありがとうございます。そうですよね。なんか、最初1回目で作った時と比べて、2回目のレッスンだと、チョコの書き方とかもすごく上手になってたし、線もね、まっすぐ書けてたなと。 ちょっとだけの工夫で、かなり変わるかなとは思いますね、はい。ありがとうございます。すごい嬉しいこと言ってもらって、ドキドキしてます、私。<laughs> ありがとうございます。じゃあ、ちょっと次はですね、私の印象について聞いてみようかなと思うんですけど、なんかまあ、こう、初めてお話ししたのも,もう1ヶ月くらい前かなと思うんですけど、まあ、そのインスタで見るだけの私と、実際こう、関わって、 後の自分私とっていうところでなんかちょっとそういう印象とかも聞いてみてもいいですか沙也 <laughs>、まあ、先生のインスタはまあなんかねパンパン,パンの仲間の方から知って、うん、や,っぱやっぱ印象はとってもなんか可愛いらしい先生だなとか <laughs> ほんわかしてる先生だなって。 すごく思ってお話もしやすいんだろうなって思って、まあ、思い切ってあの連絡させてもらったんですけどでもやっぱりあのその通りであのとても優しい先生で困か <laughs> <laughs> されてるしあの話もしやすかったしあのいろいろ丁寧にアドバイスもしてくれて。 でも、だけど、あの、話していくうちに、なんか、とても熱い先生だなって思って、こう、芯が強くて、あの、負けず嫌いな先生だなっていうのが、とても伝わりました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。何も、あの、プレゼントとかしてないので、皆さん、<laughs> ね、<laughs> 何も渡してないんですけど、ありがとうございます。そんなふうに言っていただいて、とても嬉しいです。はい。なんか、そうですね、なんか、 よくなんかふんわりしたイメージとか言っていただくことはあるんですけど、ね、実際関わった方にはなんか暑いとこあるよねってよく言われます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> はい。ではね、えっと、最後になるんですけど、この講座ですね、どんな方にあのおすすめすん、おすすめするとしたら、どんな方におすすめしたいなって思いますかはい。 これはもう本当に可愛いパンを作り方、作りたい人はもちろん、やっぱ子供、子供さんとかにもとっても喜ばれるし、まあ、あとは本当プレゼントにしたいとか、そういうのにもすごくぴったりだし、大人がもらっても嬉しいし、まあ、あとは私もこのパンを習って、こんなにふわふわなんだっていうのが、 とても印象的で、ふわふわで美味しくて可愛いパンなので、本当にそういうのをぜひ味わってもらいたいなって思います。あとは本当に、あの、前向きで、あの、熱い先生なので、<laughs> あの、レッスンしてると楽しいと思います。 はい。<laughs> ありがとうございます。なんかその最初のレッスンでね、ミキさんがこんなふわふわなの初めて触ったって言われたのが私印象に残ってるんですけど、はい。そんな風に言っていただいてすごくなんか嬉しかったなって思います。本当にこれ、ね、10分ですよね。これ、ね、10分ぐらいで、手もね、片方しか汚れずに。ですよね。そうそうそう。あ、大丈夫かな。うん、そうそう。なので、 それでいて、すごいふわふわなの初めてって言っていただいて、すごく私も嬉しかったなと思います。うん、はい。本当です。失礼しました。うんうん、このふわふわは、触ったことなかったです。うん。嬉しい。<laughs> ありがとうございます。はい。ではね、そんなふうにちょっといろんな嬉しいことを言っていただいたミックさんなんですけれども、えっと、これからね、あの、パンとお菓子の教室を、あの、されたいということで、 ねえっ、ー、と、はい、えっ、ー、と、どこ行ったあったった。はい、えっ、ー、と、あ教室の名前聞いてもいいですかヤミーパンです。は<ー>い。<laughs> ヤミーパン。はい。手作りで作りました、これ。は <laughs> い <laughs>。インスタのアカウントがですね、この、アットマーク、ヤミパン八二ゼロですかね。はい。パンとパ、はい、の教室、ヤミということで。はい。えっ、ー、と、これからね、教室されていて、今後その、 エミーパンでも可愛いパンをね、習えるかもしれない。ね。<laughs> かな <laughs> はい。で、えっと、ですし、えっと、そうですね。これから、でもこれから公式 LINE とかも作られて、あの、プレゼントとかもあるんですね。今度ね,ね。はい。なので、それも楽しみに皆さん登録していたら、いち早くゲットできるかなと思いますのでね。ぜひぜひ皆さん登録していただけたらと。 思えるんですけれども、私の方でもですね、インスタグラム皆さん知っている方がいらっしゃるかもしれないですけど、こんだけ自分こんだけ。<laughs> 書くの忘れちゃった。えっと、ファンちゃん0380っていうアカウントを持っていて、私の公式ラインでは、えっと、プレゼントが2つございまして、材料の計量変換表ですね。レシピも全部グラム計量でさせてもらってるんですけれど、あの、そういう時に大さじと小さじ、大さじの グラムが一目瞭然で分かったりとか、あとホットケーキのね、レシピ、動画付きレシピもさせてもらってるのでね、よかったら登録していただけたらと思います。はい。<laughs> で、えっと、これから、違う、今もさせてもらってるんですけど、つい誰かに自慢したくなる説を巡る可愛い,いパン講座っていうのをね、ミンキさんも受講していただいてると思うんですけど、次回は2月からスタートさせてもらおうと思っていて、 これから募集もさせてもらおうかなと思ってますので、よかったらね、一緒に作れたらいいですね、みきさん。<laughs> ね、はい。ぜひぜひ、はい。ありがとうございます。では、これこれでね、インタビューを終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。うん